おはようございます。吉谷さん、ネットビジネスで借金返したのは吉谷さんだけではありません。おかげさまで私も借金返しました。しかも今日も速稼塾入塾生お二人、私は今日おもちゃ王国に行って帰ってきたところだったんですけども、風呂から上がって今日初めてメールチェックをしたらお二人振り込み完了ということでございました。本当にありがとうございます。まあ、今日の私のアウトプットはね、昨日の深夜2時ぐらいから朝にかけて、まあ、40本ぐらいバーッと出して、でこれで1日分をやっただろうと思ってね、今日は出かけてきたんですけども、なんか随分前の動画をご覧になっていて、で、下のね参加概要っていうのを見て、まあ、送金して、それから久保さん送金しましたんで入塾よろしくお願いしますと、久保さんの考えをもっともっと吸収してですね、速稼塾の一員として稼ぐことでこの不況の日本を突破していきたい、多くの人を助けていきたいです。すごくいいですね。あの、自分が稼ぐことがたくさんの人を助けることっていうのがもう分かってるんですよ、ね、自分が稼ぐことなんですよ。自分が稼ぐことっていうのは要するに誰かからお金をもらうことですよね。お金を払う人はきっと自分の問題解決をしてありがとうっていう気持ちでお金を払うんでしょうね。だからみんな良くなってるんですよ。素晴らしいことだと思いますよ。これはお金をいただくのがビジネスをするのが悪いこととかね、アクセス稼ぎですかとかね、世の中にはアクセスを提供する人ばかりですよ。面白いコンテンツを作ればそこに人が集中すると、なんかねニュースがあったらそこに人が集中すると、アクセスを提供する人ばかりなんで、アクセスを集める方に行けばすごく莫大なねアクセス、まあ莫大って言っても別にその莫大いらないんですよね。せいぜい50とか100あったら、まあ1日5万とか10万とかは稼げるようになるんじゃないですかね。まあそこまでいかなくても月に50万とかはね、どうやってもいくなと思うんですよ。さあそこで私はね、昭和47年生まれですけども、羨ましいなと思うのが、あの生まれた時にすでにね携帯があったりとかインターネットがあったりとか、しまいにはスマホがあるっていう人、いや羨ましいですよ。だってこっからスタートでしょ。で私は真面目に進学して勉強して、まあしなかったですけどね、真面目に勉強は、とりあえず大学に出てからいい会社に入れ、そっからスタートだって教わったのに、それ全然違ったというねあのしまいには上場企業に就職したことまで全部チャラにして、40歳から始めたインターネットが全部問題を解決するっていうね、40年返せって話ですよね。ただ年取っただけですよ私はね。ということで40年返してください。40年、借金はお金を借りてるけども時間は返せないですよね。もうね、本当にね、なんかね、二つの思いがありますね。以前もお話しましたけども、いや情報発信マスターできてよかったなということと、なんでもっと早くやってなかったんだみたいなね。いや本当にね、今生まれたかったですよ。今日生まれたかった。本当に羨ましいですね。やっぱりね、皆さんがね、もうそのなんていうんですかね、昭和を生きなかった人たち羨ましい。いや本当にもう私がね、あの平成以降の生まれだったら間違いなくもうね、20歳までに億万長者ですよ。羨ましい、もう羨ましい、羨ましい万歳。いってらっしゃい。